皆さんおはようございます。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは危機一髪というテーマでお届けいたします。私はですね、昨年の3月でしたね、7、8年ぐらい乗った自動車から新車に乗り換えました。さすがにですね、走行距離が10万キロを超えるといろんなこう箇所にねガタが出てきます。さらに部品も老朽化してきて、多くの部品を交換しなければいけないような状態でした。ありがたいことにですね、この車では無事に無事故無違反で過ごすことができました。そんなこともあり、思い切って新車に乗り換えることにしたというわけです。さて、昨年の3月に新車に乗り換えることを決めて、新車が納車されたのはですね、5月のことでした。まあ、大体1ヶ月半ぐらいね、納車までかかったということです。さすがにですね、新車は気持ちが良かったですね。気候の良い春だったので、まさに爽快そのものでした。ただしですね、乗り慣れないということもあって、何かと、こう、後ろがね、見にくかったりとか、車幅の感覚がつかめなかったりとかね、まあ多くのちょっと不具合っていうのかな、不都合がありました。それでも徐々に慣れてきて、1ヶ月もするとすっかり私の手足のごとく運転できるようになったというわけです。こうなるとすっかり昔の車の感覚などね、もう忘れちゃいますね。慣れとはこう素晴らしいことなんですが、その反面、とても怖いということも言えます。実はこんなことがありました。新車に乗り始めてから1ヶ月半ほど経過した頃です。私はある駐車場に入ったんですね。どうやら満車のようだったのでバックをしようとギアを入れました。後ろには後続車はいませんでしたので、アクセルを少し踏み込んでバックしたところ、ガシャッというですね、ちょっと鈍い音がしたんですね。私は慌ててブレーキを踏みました。なんと、右の後方にですね、車がいたんですね。それに気づかなかった。それから警察を呼んで現場検証したり、保険会社に電話したりと手続きに約1時間ほどかかりましたね。幸い怪我もなく、お互いの車は大した損傷はありませんでした。まあそれだけがですね、救いだったかなという感じです。さて、本物の商売を目指すポイントです。事故が起こった原因は、ちょうど新車の運転にも慣れてきた頃、後方の確認をしっかりと行わなかった、これが原因だと思います。なぜ後方の確認をしっかり行わなかったのかといえば、駐車場が満車で早く出なければとかなり焦っていた記憶があります。ついうっかり後方確認の手を抜いてしまったんですね。新車に乗り換えてから、そろそろですね、8、9ヶ月ぐらいかな、経ちますけども、毎月の平均走行距離は1700から1800キロぐらい。結構ね、多い方だと思います。これだけ車の運転をしてますと、正直なところヒヤッとすることもですね、年に数回はあるわけです。つまり、事故にはならなかったけど、事故になりそうになってヒヤッとしたというケースですね。まあこれはね、本当に気をつけなきゃいけないなと。このようなことをですね、ヒヤリハットということがあります。特にこの製造業だとか作業現場ですね、それで使われる言葉ですね。ヒヤリハットとは、結果としては事故につながら、至らなかったんだけども、事故に至らなかったがためにですね、見過ごされてしまうっていうことがほとんどなわけです。事故にならなくてよかったと胸をなで下ろしてしまうので、本人もすぐ忘れちゃうんですよね。例えば厚生労働省のホームページにはヒヤリハットの事例集がこう掲載されています。これによるとですね、ヒヤリハットは15のカテゴリーに分けられるようですね。ちょっと紹介してみますね。1個目が墜落と転落で、2個目が転倒、3つ目が激突、4つ目が飛来落下、5つ目が崩壊倒壊で、6つ目が激突、7個目が挟まれとか巻き込まれ、8個目が切れ擦れ、9個目が高温低温のものとの接触で、10個目が感電火災で、11個目が有害物との接触、12個目が交通事故で、13個目が動作の反動、無理な動作で、14個目が破裂で、最後がその他っていう分類になります。
皆さんどうでしょうか。さて、ヒヤリハットで重要なことは、ヒヤリハットを未然に防ぐことはもちろんなんですけども、重大な事故は発生した場合、その前には多くのヒヤリハットが潜んでいる可能性が高いということなんですね。ですから、社内でヒヤリハットの事例を収集して、それを社内で公開して共有することで未然に事故を防ぐことも可能だと。ヒヤリハットは命に関わることの他にもデスクワークでもあります。例えばパソコンを例に考えてみましょう。間違って重要なデータを削除してしまった。こんなことないでしょうかね。はたまたデータをバックアップしていなくて、そのデータが保存されているパソコンが壊れてしまった。こんなことはもしかしたら皆さん結構頻繁にあるのかもしれません。ですから、このようなことも考えると、ヒヤリハットは日常のあらゆる場面で遭遇すると言っても過言ではないということですね。また、ハインリッヒの法則っていうのがあるんですけども、これによると、1件の重大事故の陰には、29件の軽度の事故、まあ、軽い事故ですね。そして、その裏には、300件のニアミス、つまりヒヤリハットが存在すると言われてるんですね。もう一回言いますね。1件の重大な事故の後方には29件の軽度の事故、そして29件の軽度の事故の後方には300件のヒヤリハットがあると。つまり1対29対300っていう、まあ、こういった公式があります。そしてこれはそのままクレームにも当てはまるというわけです。1件の重大なクレームは29件の軽いクレーム、そして29件の軽いクレームの後ろには300件の潜在的なクレームがあると言われているわけです。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。